はい、えー、こんにちは。レトスのおのです。5月3日の3問に入る前にアドバイスをさせていただきます。休みで注意すべきは、ダラダラ学習です。時間があると集中しないで勉強する場合が多いです。集中せずに勉強しても、ほとんど効果はありません。勉強するのであれば、時間を決めて、その時間だけ集中するというやり方をしましょう。一度に4時間ぶっ通しで勉強するというのはやめて、 1>, 1時間勉強15分休憩1時間勉強15分休憩といった感じで4回に分けて4時間勉強した方が効率が良いです是非実践してみてくださいそれでは本日の3問に入りますえ不法行為が A と B の過失による共同不法行為で C に損害を与えた場合 A と B の過失の割合が3対7の時でも C は A に対して損害の全額について賠償を請求することができる。丸か罰かという問題です。考えたい方は動画一旦ストップしていただいて、この動画の下の概要欄から問題文ご確認ください。で、答えは丸ですね。共同不法行為によって他人に損害を与えたときは、その全額について共同不法行為者はそれぞれ連帯して賠償責任を負います。つまり、被害者 C っていうのは、 A に対しても B に対しても全額賠償請求できるんですね。まあこれは連帯債務の基本事項なので、まあ、解けるようにしておきましょう。そしてこの解説を聞いて、あれちょっと疑問に思った方もいると思うんですよ。その疑問についてはすいません、個別指導で解説する流れになりますので、その点ご了承いただければと思います。で、問い2ですね。監督処分です。高検知事免許を受けている宅検業者 A が 大津県の区域内の業務に関し、大津県知事から受けた業務提示処分に違反した場合でも、大津県知事は A の免許を取り消すことはできない。丸か×かという問題です。考えたい方は動画一旦ストップしていただいて、この動画の下の概要欄から問題文ご確認ください。まず問題文の状況としては、高県知事免許を受けている宅建業者 A がいて、A が、まあ、県のね、例えば土地とかの取引をしたと。売買契約とかをしたと。 で、その契約について、え、ちょっと宅建業法違反があって、オツ検知事から、まあ、業務停止処分を受けたと。で、業務停止処分を受けたにもかかわらず、それに違反したってことなので、業務を行ったってことなんですよね、A さんが。で、問題文は、オツ検知事は A の免許を取り消すことはできない、丸かツかということなので、答えは、丸ですよね。オツ検知事は A の免許を取り消すことはできません。A は、コ見検知事から免許をもらってますよね。 つまり、江県知事が管轄してるわけですよ。その A の免許を別の知事が取り消しができるとなると、江県知事のもう立場ないわけですよね。したがって、これ取り消し、免許取り消しができるのは免許を与えた公県知事だけなんですね。で、指示処分とか業務停止処分、まあ、これはね、ちっちゃな処分なんで、まあ、これについては他の知事が行っても構いません。つまり、まあ、今回の問題文でいうと、乙県知事が A に対して業務停止処分をしてますよね。 まあこれは全然問題ないんですよ。ただ、免許取り消しについては、免許をした後見知事しかダメですよっていう話なんですね。従、まあ、って、本問の場合っていうのは後見知事のみ、A の免許を取り消すことができます。まあ、これはすごくね重要な問題なんで、絶対覚えておきましょう。で、問いさんですね、えー。宅地造成工事規制区域内において、宅地を宅地以外の土地にするために行われる切り戸であって、 当該切り道をするえ土地の面積が600平米の工事については、都道府県知事の許可は必要ない。丸かツかという問題です。で、答えは丸ですね。えー、許可は不要です。え、なぜ不要かというと、そもそも宅地造成というのは、工事の結果、宅地になる工事を指すんですね。で、本問の場合、宅地を宅地以外にする切り道と記載されているので、工事の結果、宅地以外になるんですよね。ってことは、 宅地造成を行わないので、宅地造成の対象外になるということです。したがって知事の許可は不要だということですね。えしっかり判断基準を頭に入れておきましょう。まだチャンネル登録していない方は、上のチャンネル登録ボタンからぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。今日も最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございました。宅建合格目指して一緒に頑張っていきましょう。